アブレカイングリッシュ。突然始まりましたよ。なんか、はい、何ですかアブレカイングリッシュって。これはです、まあ、タカとユージが要は引き離されていく様が、なるほど、これがたまらない、たまらないと。アブレカファッションチャンネル、どうも小市です。私がなるほどおじさんです。よろしくお願いしま す。さて、大好評企画サントラ解説ですね、はい、サントラ意訳解説をやっていきたいと思います、はい、今日の曲は、曲はウォンチュバックアゲイン。ウォンチュバックアゲインということで、はい、ウォンチュバックアゲインっていうね、あのフレーズで聞いたことある人が多いはずで、うんうん、もうこれね、ここまで引っ張ったのが恐縮なぐらい、はい、アブデカ代名詞と言える曲なわけですよ。小石さんの中で引っ張ったって感じがあるんですか。引っ張ったと、そうですね、もう本当に甲乙つけがたい曲だらけで。そうですよね、困っちゃってるぐらいで、うんうん、まあコップス&ラバーズ、ヨガのルーズミー、ウォンチュアバックアゲインと言ってもいいぐらいの。なるほど、三大、三大的な曲なんですね、と言ってもいいぐらいだったんですけど、三大アブデカの有名なサントラみたいな、はい、で、まあ、他のリクエストもあったんで、はいはいはい、順番ここになったけれども、なんなら一番最初にやってもよかったぐら ぐらい、うん、絶対皆さん知ってる曲なんですよね、うんうんうん、で僕エピソード的にはね、20話だったかな、奪還という奪還回があるんですけど、これを多分思い出すと思うんですよ。まあ、エリカという少女が、まあ、拉致されるそうになるのをタカとユージが、まあ、防ぐんですけど、うんうん、そこで逆にタカが連れ去られてしまうという。あら、タカが怒ってユージにさっさと行けという、うんうん、まあ、そういう風に怒るわけですよね。要は行かなかったら全員捕まるからさっさと逃げろという、なるほど、俺のことはいいから逃げろよとっていう、そのなんていうでしょう、お互いに葛藤があるというね、はい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 、タカとしてやっぱ非常に現実をよく見て逃げた方がいいから逃げろっていうし、ユージはでも情熱的でほっとけないじゃないですか、うん、はい、だからタカを置いて逃げれないその葛藤なんかがある、それを引き立てる曲として非常に、まあ、魅力的というか、ウォンチュバックアゲイン最高なんですよ。はい、でこれを歌ってる方がですね、はい、大滝優子さんという、大滝優子さん、はい、アーティストの方、はい、で結構名だたるアーティストさんと一緒に、まあ、ツアーを回ってるんですよ。久保田俊信さんとかからも評価を得たりとか、まあ、郷ひろみさんとか菅義香さんとか矢沢永吉さんとかね、はい、っていう形でツアー回ってる人なんで、本当にもう正統派で、うん、歌唱力も素晴らしい方です。あとこれすごいですね、志村けんと交際してたって書いてますね。そうなんですよ、これがね、いつだったか志村けんさんが亡くなるちょっと前ぐらいで、はい、ああそうなんすか、若干テレビでバズりました。へ、30年越しに会ってあの人はどうしてるみたいな多分企画だと思うんですけど、はい、志村けんさんの元カノですね。ほう、で付き合ってたのはでも相当昔というか、うん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 、志村けんさんがまだ若かった頃、そうなんですね、30年前ぐらいですよね。そうなんですね。それが、まあ、バラエティ番組で報じられて、はい、そのお二人がテレビ電話越しというか、音声電話をしてるのか、なるほど、つながって会話してたっていうのがちょうどだから本当にコロナ流行るぐらいの時だと思います。あ、なるほどなるほど、はい、とっても綺麗な方で。あ、そうなんですね、はい、それは志村けんさんが口説くのも分かるぐらい、なるほど、素敵な方ですね、うんうんうん、大滝優子さん。そして、はい、これ作詞をしてるのが実はトミー・スナイダーさん。あれ聞いたことありますよ、その人の名前、はい、そう、あのナイトウェイブスというやりましたよね、サントラ やりました、そう、はい、の歌ってるし作詞作曲した人がこの詞を書いてるんですか。書いてる。あ、で歌ってるのが大滝優子さん。なるほど、ね、あ、こう聞き応えありますね、それ。そ そう考えたらそう、あのナイトウェイブの詞も良かったじゃないですか。良かったですね、その詞を、ね、書いてる人が提供しているというか。なるほど、はい、でこの大滝優子さんの、まあ、声もやっぱりね、アブデカの歌ってる方たちやっぱ歌唱力が素晴らしくて、本当にこの人もやっぱパワフルさがあります。パワフルさ、うん、でパワフルさがあるんですけど、この曲のね意味をしっかり噛み砕いて歌ってるのか、高音の繊細さがなんて言うんでしょう、いい意味でね、なんかガラスのようなクリアだけどちょっと切なさとか脆さを感じるような声をしてます。だから、低音と高音の差が結構すごいいい、なるほど、メリハリがある方ですね、なのでそれにもちょっと注目しながら聴いていただければと、はい、では早速、はい、いきたいと思います。ウォンチュバックアゲインですね、はい、あ、聞いたことあるな、ですよね、うん、あるわ、絶対あります。うーん、
うん、代名詞と言える、ここは、うん、ね、印象的ですね。操作してる時になんか、ね、ありますね、聞き込みとかそんな感じで。あ、分かります分かります分かります、そうですそうです。はい、で最初の文章がですね、I couldn't believe ということは信じられなかった、うん、でそれが When you told me、 あなたが言った時にそれが信じられなかったっていうことですね、うんうんうん、でそれが何かというと The time had come、 The time had come っていうのは、まあ、時が来た、はい、つまり時が来たと言われた時に私は信じられなかったという歌詞ですね、うん、なるほど。I only wanted you、まあ、I want you to 何々であなたに何々してほしい、はい、そうですね、ということなので I, want you, I only wanted you to hold me っていうのがあなたに抱きしめてほしかっただけみたいな意味です ね、 そうすね、私はあなたに抱きしめてほしかっただけなのにみたいな、でそれが Tonight, Tonight で今夜 You run っていうことで You run っていうのはまあ走るっていうことなんですけど、ここで言うといなくなるっていう意味ですね。なるほど、そうなんですね、はい、いなくなってしまう、うんうんうん、はい、ちょっと切ない感じ、そうっすね、はい、ありますね、うん、そして補足で、はい、次の歌詞のところ、またこれねアンダーラインというかしてるんですけど、ええ、I のところ What am I と What am I to do のこの I のところの高音が非常に綺麗、うんうんうん、でそのさっき言ったちょっとガラスっぽい感じというかクリアなんだけどちょっと切ないみたいなのがちょっと伝わるといいなということで、そこをちょっと聞いてみてください、はい、はい、うんうんうん、どうですか、あの愛のところ、なんかその確かに綺麗だと思います、ね、綺麗ですよね、うん、綺麗で広がりがすごいありそうな、そうですね、澄み渡るめちゃくちゃいい声してますよね、うんうんうん、で、意味としては笑う愛ということで、私は何、単純にそのどうなってるのみたいな感情で、うん、私はこの状況何みたいなことですね、うん、で笑う愛 to do now ということで、じゃあ to do というのは何々すべきと か、うん、とか今何をすればいいのっていうことを、まあ、自問自答してる、うんうん、うん、まあ言ってしまえばその遊覧ということでいなくなっちゃったわけですね。あ、相手がいなくなってしまって、突然ね時が来たって言われていなくなってしまって、はい、何をすればいいの、はい、で You've gone away ということで、もうこの現在完了ですね、 You have gone ということは have gone 現在完了形なので、もういなくなってしまったという Go away でもう去ったということで、今ね何もない空っぽの状態、いなくなっちゃったという感じですね。うん、はい、でこう簡単ですね、 Is it true? マジ本当、うん、マジかよって感じ、マジかよ本当なの、うん、って感じですね、うん、で Am I just a victim? ビクティムっていうのが、まあ、犠牲者とか、はい、被害者とか、はい、そういう意味です ね、 そうですね、だからえ私はただの犠牲者、うん、被害者なのみたいな、うん、そういう心境ですね、うん、もう要はいなくなってしまって、はい、突然の別れでみたいな、はいはい、私はただの犠牲者って思ってるんですね、うん、で All I gave you っていうのを、この I gave you がオールをこう補足してる感じですね、関係代名詞というか、そのだから私が与えた全て、うん、私が与えた全てをあなたは持って、うん、そして left me っていうのが置いていったと、うん、leave me が置いていくっていうことですね、うん、なのであなたは私が与えた全てを持って連れて、そして私を置いていったという歌詞なんですよね、うん、非常に、はい、切ないですよね、そうですね、でここがサビですね、はい、はい、うん、Empty arms、 空っぽの腕、うん、要は、何もないっていうことですよね、両手に何もない、何も持ってないみたいな、はい、で Broken heart、 傷ついた心、はい、でこれ My life is in pieces っていうのが、はい、Is in pieces っていうのが、まあ、熟語ですね、うんうんうん、で Is in pieces は粉々に砕けてとか、はい、粉々になってって意味ですね、うんうん、だから、私の人生が今粉々に砕け散って、うん、砕けて、で I can't go on、このゴーンっていうのはそのやっていくっていう意味があります、うんうんうん、だから I can't go on っていうのはもうやっていけないということですね、あ、で、
ちょっと切ったところが中途半端でしたけども、その、はい、やっていけないっていうのが Till I have you back again っていうのが5音からつながってます、はいはい、つまり I have you back again っていうのは、取り戻すっていうことですね。で Till っていうのがまで、つまりあなたを取り戻すまで、うん、私はやっていけないわ、粉々に、まあ、心も人生も砕け散って、うん、あなたを取り戻すまでやっていけないわ私、うん、でテレフォンが鳴らない、鳴らない、まあ、鳴らない電話ですよね。で電話内、まあ、昼も夜も、うん、I'm waiting for you to call ということで、あなたからの電話を待ってる、はい、で Don't know what I'm living for ということで、 What I'm living for っていうのが何のために生きるかっていうことですね、はい、でそれがわからない、まあ、I don't know、 この I が省略されてるわけですね、ここの、はいはいはい、Don't know why っていうのは、なるほど、だから何のために生きてるかわからない、わかんない、うーん、で Won't you back again、もう一度戻ってほしい、来てほしい、戻ってきてほしい、まあ、いろんな意味がね、取り返したいとか、はい、とにかく戻ってきてほしいという歌詞ということで、これ全体は見えましたよね。見えますね、はい、どんな歌という、いやだから本当にいなくなって寂しい、ね、はい、なんでいなくなっちゃったかもよく分かってない、うん、そう、理由も説明されずに、されずにいきなり突然消えたみたいな、はい、でも時が来たって言われていきなり去られてるから、はい、あ、振られたんだっていうことはなんか自覚してるというか、はい、そうですね、振られてしまって、でも諦めきれないっていう、はい、なんで振られたんか分かれへんみたいな、ね、だからもう一度戻ってほしい、戻ってきてほしいっていうという歌なんですよ ね、 ね、でこれがそのね、エリカという少女が逃げ去る時にかかってる、はい、これがもう絶妙にはまるわけですね、あ、まあ、奪還という回をねぜひ見てほしいんですけど、なるほど、最高ですね。それ以外にもかかってるんですけど、僕の中ではもう奪還のこの曲、奪還でのこの曲がすごくインパクトがあると、めちゃくちゃ鮮明に残ってる、残ってると、うん、本当に名シーンだと思うんですよね、曲とも合ってるし、うん、はい、ということで次が2番ですね、はい、はい、うん、ということでここでいきなり突然ですが、アブレカイングリッシュ突然始まりましたよ、なんか、何ですか、アブレカイングリッシュって、はい、これはですね、ある意味なるほどおじさんへのドッキリ企画とも言えるかもしれませんが、これびっくりしたな今、はい、コメントでですね、この意訳が楽しいし、ちょっと英語の勉強にもなって、ありましたね、と言っていただいたので、もうここあえてですね、視聴者の皆さんとなるほどおじさん、じゃあちょっとだけ英語を学習していただこうかなというか、参加していただこうかなと、英語学べるコンテンツなんですね、はい、勝手に思いつきまして、すごい、簡単に説明しますとですね、普段はなるほどおじさんにも役を伝えてるんですが、今日今ここ役を隠しました。そう、なんでここ真っ白になってんのかなと思ったんです、はい、ということで、なるほどおじさんの役を知りませんで、はい、皆さんもまだ知らない状態で、はい、じゃあこの歌詞を訳していただこうかなと、うん、はい、でこの Won't you back again はおそらくですけど、サントラの、まあ、意訳解説する中で最も初歩的な英語が使われてる、うん、曲、割と平易な単語で構成されてる、はい、歌なんですね、なのでできるんじゃないかということで、皆さんも一緒にお考えください。ということで、じゃあなるほどおじさん最初の、はい、My memories are filled with pictures of me and you って書いてますね、はい、どういう意味ですかね、これあなたと私の写真で私の記憶が満たされてるってことじゃないですか。おお、大正解、やったー、はい多分皆さんもね、これできてるのかな、やったぜ、その通りです、私の思い出は、うん、私とあなたの写真でいっぱい埋め尽くされてる、うん、おお、幸先いいですね、幸先いいですね、はい、これいきますよ、はい、はい、うん、では次の文章皆さんも一緒にお考えください、これですね、うん、I thought we'll be the perfect mixture、なるほど、ね、これはね、何でしょうね、さあ、いい、面白いですね、これはね、私たちは完璧だったっていうことを思ってたっていう感じです、では私たちの関係性は、はい、だからうまくハマってたと、はい、彼女としてはうまくハマってたと思ってた、私はそこに真実を見出してた、うん、あ、なるほどなるほど、
はいはいはい、かなと思うんですけど。あ、はい、まあ三角ですかね。じゃあこれはまあ意訳なんで、その正解かどうか分かりませんが、僕はその一番最初の文章は二重丸です。I thought with be the perfect mixture。 このミクスチャーっていうのは混ざり合うとかっていうことなんで、あ、ミクスチャーはそうなんですね、はい、ミックスがミックスっていうことは、この2つがミックスされて完璧だったっていうことなんで、要は相性がいいとか、あ、化学反応が起きてるってみたいなね。だから意味合いとしてもその通り、うんうんうん、完璧な相性だったとか、完璧なお互いの関係性だった、うんうん、まさに、うんうん、化学反応が起きるぐらい完璧だと思ってた、うんうん、私はね、うんうん、だからこの女性の方はそう思ってたってことですね、うん、だけどこの歌詞的に I see the truth っていうのは、まあ、真実を見るっていう意味ですね、まあ、うんうん、真実が分かったっていうことで、ここはその現実を見た時にそうじゃなかったんだなっていうことを自覚したと、自覚したという意味だと僕は思いました。なるほど。この I saw とのその次の I see the truth は、はい、その前のことは私のただの思い込みというか、うん、勘違いだったんだの方ですね。そう勘違いで真実を見たらもうあなたはいなくなってしまったっていう、いなくなってますもんね。だってその真実をまあ自分で理解しちゃったという感じですね。なるほど、いきますよ、はい、皆さんも考えてみてくださいね。いやこれ急に、はい、はい、 Now you're goneどうでしょう。 Now you are gone はもうあなたは去ってしまってしまった、うん、で And I don't believe it、 私はそれを信じない、はい、心の奥深くで、いや信じられない、信じない、まあ、I can't じゃないけど、何でしょうね、私の心の奥深くで信じていない、はい、っていう感じですかね。はい、もう完璧でございます。いやー嬉しい、はい、これは嬉しいな。これ次回からこれやっていただきましょう。いやーこれって やっていこうと思ったら結構大変ですよねこれっていうぐらい完璧です。その通り。いやいやいや、もう Now you're gone、 あなたも言ってしまった。で And I don't believe it、 もう信じていない。で Deep in my heart、 心の奥底で、つまりあの事実としてはいなくなっちゃったけど、心の奥底で、うん、もう信じれない、もう信じないわ私という、うん、そのこのキャントでもドントでもここには一緒ですね。もし入ったとしても、とにかくもう信じていない、うん、もう現実を受け止めたくない感じですよね。次行きましょう。これちょっと難しいな。はい、はい、ここ難しいですね。はい、難関が来たと。これ難関じゃないですか。ね、はい、恋愛リーチ。恋愛リーチ、はい。リーチをどう取るかですけどね。はい、そうですね。リーチするとき、私がリーチするとき、誰もそこに感じられないみたいな感じですよね。で、はい、Why do I deserve this treatment? はい。これ難しいな。Why do I deserve this treatment? なぜ私がこのディザーブとかトリートメントっていう単語の自体の意味を私はあんまり分かってないっすね、はい、そうですね、まあ、この文章おそらくこのウォンチバックアゲンの中で、はい、一番まあ難しいパートがここに出てきてる。いやなんかそう思います、全体見てても。うーん、ちょっとこれ分かんない。このトリートメントに、はい、なぜ私がこのトリートメントをディザーブするの、うん、みたいなことですよね。はいはいはい、ですね。うん、はい、多分ね今視聴者の方も同じくなんだこれってなってるかもしれませんが、じゃあ意訳をさせていただきます、はいはい、まずこのディザーブというのは何々に値するっていう表現なんですね、うん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 、あ、そうなんですね、はい、なので例えばどなたかが何かの賞を取ったとか、はいはいはい、というになった時に Congratulations, you deserve it っていうのは、うん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 、あなたはそれを取るに値してるよ、賞賛の、あなたにはその価値があるみたいな感じですか。そう、そういう意味のデザーブ、はい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 、何々するに値する、はい、何々するに値する。でこれはトリートメントっていうのはまあ扱いっていうことですね。トリートって扱うっていうことなんで、うんうんうん、それの名詞なんで扱いということで、直接ねそのまま訳すと、なんで私がこの扱いに値するの、ってことですね。ということは、まあ、意味合い的には、なんで私がこんな扱いをされなきゃいけないのか、なるほど、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのかっていう意味です。あー、なるほどね。だから本当に信じられないわけだ、まだ。そうです、そうです、まだ信じられない。なんで私が
別れられなきゃいけないというか、振られなきゃいけないのか、理由もなくいなくなっちゃって、いなくなっちゃって、なんでこんな扱い受けるんだっていう、うん、っていう、もう本当になんて言うんでしょうね、もう女子の失恋した時の心境なのか、出てますね、出てますよね。うん、でサビですかね。サビです。もう一度バックアゲン、もう一度戻ってきてほしい、取り戻したいとか、あなたとの時間を取り戻したいっていう意味にも取れるし、あなた自体、そのあなたを戻ってきてほしいと、戻ってきてほしいと、まあ、非常にまあ未練があるというか、その失恋、うそうですね、まあ、でもね、理由もなくいなくなられたら多分そう思う、まあそうでしょうかね、取れるし、ということで、うんうんうん、アブデカイングリッシュいかがだったでしょうか。どうだったでしょうかね。そうですね、突然です。まあでもこの歌詞は比較的何回かこのサントラ企画やってる中でも、はい、平易な単語で構成されてる楽曲だなという印象はありますね。あの本当にもう初歩的な英語なので、ですね、まあ、なるほどおじさんも最後の文章以外ほぼここのフレーズ全部訳合ってたので。本当ですか。そういう意味で言うと、そのまああのちょっとね推測して答えた部分もその文脈から合ってたし、うんうんうん、非常に英語の勉強だったんじゃないのかなと僕もいいかもしれないですね、この企画ね。で最後のこのリザーブという、はいはい、そういう意味だったんだということで、はい、忘れない単語になるんじゃないかなと、うん、はい、そうですね。そうだからね、アブデカを通して英語が身についたら結構面白いじゃないですか。面白いですね、はい、それね。そんなようなちょっと一環でやってみたんですけど、いや、いいですね。曲としてはね、取り戻したい、もう一度戻ってきてほしい、はいはい、という意味合いだし、大滝優子さんの高音のね、こう透き通るような、うん、でも実際この人パワフルな声も出せるんですよ。ちょっと僕調べていろいろ歌も聞いてみたんですけど、はい、出せるんだけど、この曲の意味を知って、おそらくそういう切ない感じで、はい、になってるのがなんか分かりますね。なるほど。うん、その高音のね、ちょっとガラスのようなクリアな感じ。なるほど。ということで非常にその辺が聞き応えがあるのと、はい、先ほどねちょっとまあクイズの中で触れそびれましたけれども、まあ、2番の Now you're gone のところとか When I reach っていうところのこの音も非常にクリアなんですよ、はい、うん、そのあと No one there to feel it のこの feel のところですね、とか、うん、ここのその高音の綺麗さと切ないガラスのような感じを楽しみながら、はい、フルバージョン聴いていただくといいんじゃないのかなと。そうですね、はい、ということでフルバージョンどうぞ。
い、じゃあね、ウォンチュバックアゲインいかがだったでしょうか。やっぱこのウォンチュバックアゲインっていう最後の歌い方もなんかいいですよね、うん、いいですよ ね、 なんかね、だから残りますよね、残る、すごい残る、ワードが残るというか、戻ってきてほしいっていう思いがね、はい、伝わってきますよね、はい、うん、という歌詞で、はい、何話もかかってるんですけど、特にアブデカでいうその、まあ、20何話ぐらいまでが多かったですよね、かかる回としては、うん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 、なんですけど実はもう1話からかかってるんですよね、はい、かかってるので、うん、本当にね、そのコップス&ラバース、それからヨガのルーズミーと、うん、並んでね、なるほど、三大代名詞曲と言えるぐらいの曲、はい、でもあるし、はい、まあ、この曲をね一番楽しみにはもう奪還をねぜひ見ていただいて、うんうん、そのウォンチュバックアゲインのその切ない歌詞とともに、まあ、タカとユージが要は引き離されていく様が、なるほど、これがたまらない、たまらないと、ということです。まあサントラ回はね、やっていてなんか僕も楽しいし、その、はい、よりね、そのアブデカの回が楽しくなるように、そうですよね、伝わってる気もするので、うんうん、どん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 これからもお届けしていきたいなと思いますので、はい、そして次回、はい、次回はですね、16話誤算、誤算、はい、誤算の回をお届けしますので、はい、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。